英米語学科2年次生の曹重正也です。僕は2016年8月バリ島でチャイルドケアのボランティアをしていました。バリ島では主に保育園と孤児院を回って日本語の指導、また孤児院では昼食を作ったり子どもたちと遊んだりしました。これからは平和や国際情勢について多くを学び、自分ができることを明確にしていき、ボランティア活動を続けていきたいです。